はい、おはようございます。今日は奥多摩川御岳渓谷にやってまいりました。ニジマス釣りも12月いっぱいで禁漁期間に入ります。今日は今年最後の渓流釣りとなります。さて、どうなりますでしょうか。まず御岳橋下から攻めてみたいと思います。まだ薄暗いですね。ただいま午前7時15分前です。はい、ブドウ虫をつけて早速実調開始です。上流のフィッシングセンターから落ちたニジマスが溜まっているはずなんですけどね、当たりがないですね。昨日日曜日釣られてしまいましたかね。よっしゃ、来ました、来ました、来ました。これはニジマスでしょう。よいしょ、はい、来ました。22センチ、ちょっと小ぶりですが綺麗なニジマスです。やりました。幸先よく1匹目が来ました。幸先良いスタートでしたが後が続かないので下に移動します。この辺りは立ち込み釣りを強いられます。足元が滑りますのでご注意ください。この大岩の後ろもいいポイントなんですけどね、当たりがないですね。根がかりか。この大岩の後ろはよく釣れる場所なんですけどね、今日はダメですね。場を休ませると釣れることがあります。
もう一度橋下の大口をじっくりと流してみましたが、当たりはありませんでした。最後にもう一度探ってみることにして上流に向かいます。お気に入りのポイントに人が入っていたので一気に放水口まで行きます。紅葉が綺麗ですね。相馬の小橋です。これを渡って左岸を攻めることもできます。ダメですね、放水口の人が入ってます。おはようございます。どうですか、ダメですか。放水口にやってまいりました。先行者の方は全然ダメだったそうです。この放水口もね、先行者がいても2本3本取れる場所なんですけどね、今日は当たりないですね。相馬の小橋下をちょっと探ってみたいと思います。相馬の小橋下もよくニジマスが釣れる場所なんですけどね、大きないい石があるんですけどね、ニジマスは大石の流れが当たるところに居つきますので、重たい重りで餌が浮き上がらないようにゆっくりと大石の前を狙って底近くを流します。手がかりを恐れずガン玉 B6 号に付け替えて流しました。よっしゃ、来たぞ、来た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 、来ました、バレませんように、よし、よっしゃ、来ました、25センチ、ニジマスです、いい方です。足元気をつけないと、ぬかるんでますから、泥のようになってます、ズブズブ入ってきます。いやー、噛まれた。相馬の小橋下で1匹取れただけで、それ以後は当たりが全くありませんので、また大橋の下の方に戻っていきます。朝そこの橋の下と相馬の小橋の下で1本と上がりました。これからですか、ありがとうございます、ありがとうございます。いえいえ、今日は運が良かっただけですよ。ここもいいポイントですから、粘れば釣れると思うんですけどね。私が前に YouTube でここの御岳のポイント8つぐらい載せたんですけど、そのうちの一つがそこです。ありがとうございます。今日もなんとか載せたいと思うので、ぜひ見てください。はい、ありがとうございます、お願いします。はい、頑張ってください。はい、失礼します。ここはね、私が一番好きなポイントなんですけどね、朝人が入ったので転園しましたけど、
釣れますかね。来ました。来ましたよ。来ました。来ました。いやいやいや、ほら。ヤマメでした。15センチのヤマメが飛びついてきましたけど、リリースします。元気になりましたね。来年大きくなって僕のところに戻ってきてください。はい、さようなら、ありがとうね。ニジマスはいませんね。橋の下に戻ります。最後そこで探ってみて、今日はそれで終わりにします。こんにちは。上がりました。ダメですか。どこにいるのか分かりませんよ。朝ここで一匹釣れました。この辺で、ここで、で今上へ行って、あの、もう何匹か上の方で見つけました。ではここと向こうで2本。あ、来た。おお、やりましたね。そこの駆け上がりのところでね、よく釣れるんですよね。そこね。そこね、この深いところじゃなくて、ここから浅くなっていくところにたまるんですよね。初めて釣りましたよ。ああ、そうですか、よかったですね。もう何も釣らないで帰らなくちゃいけないから。よかったですね。私神ですね、今日。ありがとうございます。おめでとうございます。24センチぐらいありますかね。お、来た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 。早ですね。ああ、ヤマメでした。16センチヤマメでした。禁漁期間なのでリリースします。ただいま1時を回りました。今日はこれで納棺といたします。かなり水温が下がってますので、今日は坊主を覚悟していましたが、御岳橋下で1本、そもの小橋下流50メートルのところで1本、計2本取ることができました。ラッキーでした。今年はこれで釣り納めとなります。また来年3月に解禁しましたら、奥多摩川で渓流釣りを始めたいと思います。それでは皆様、またお会いしましょう。さようなら。いい運動になりました。釣りの後の楽しみ、これから蕎麦を食べて温泉に寄って帰ります。